ロバート・オリバー・ジョーンズは、アメリカ合衆国メリーランド州出身の元プロ、野球選手、野球指導者。左投げ左だ。1967年の MLB ドラフト36巡目で、ワシントン・セネタースに指名され契約。当時の登録名は、ボブ・ジョーンズだった。1969年、ベトナム戦争従軍のため一旦退団。 復帰後の1974年10月1日の対ミネソタツインズ戦で5番左翼手として先発出場してメジャーデビューを果たすがサンダスウムアンダに終わった1976年5月17日にウェーバー工事を経てカリフォルニアエンゼルスに移籍した1979年1月29日に放出され NPB の中日ドラゴンズに入団 ウェイン・ギャレットとのコンビでプレーし、主に5番打者として出場するが、長打力に乏しく、守備でも精裁を欠き、翌1980年限りで、ギャレットと共に解雇され帰国した。1980年12月18日に、フルス・レンジャーズと契約。1986年限りで、現役引退。1988年に、A 級シャーロット・レンジャーズの監督に就任。 1989年にはフロリダステートリーグで優勝を果たした。1991年に A 級タルサドリラーズの監督に移動。1992年にはテキサスリーグでレギュラーシーズンを1位で終えたがプレーオフ第1ステージで敗退した。1993年に AA 級オクラホマシティエティナイナーズの監督に移動。1995年に a 級 q タルサの監督に移動。1998年にリーグ優勝を果たした。2000年のシーズン途中にレンジャーズの三類コーチに就任。2001年に一類コーチへ移動した。2002年にトリプル AQ オクラホマレッドホークスの監督に就任。2005年オフの11月18日にレンジャーズの一類コーチ兼外野市インストラクターに就任した。 2006年オフの11月9日に、再びトリプル A 級オクラホマの監督に就任した。2011年から、レンジャーズの新定携先である、トリプル A 級ラウンドロックエクスプレスの監督に就任した。2013年11月12日に、レンジャーズの打撃コーチ補佐に就任した。2016年シーズンをもって、レンジャーズを退団することを表明。 地区シリーズ前の同年10月に、ささやかな対談セレモニーが行われ、プロ入り直後に買ったというフォードマスタングコンバーチブルが、サプライズプレゼントとして用意された。レンジャーズ、ピッチングコーチオール・ハーシュ・ハイザー・ラスインズ、ジョインズ・フロントオフィス、mlb.com レンジャーズプレスリリース、2014年3月2日、閲覧、ボビー・ジョーンズ・リターンズ2、オクラホマ2マネージトリプル、A、 レッドホークスイン 2007MLB.com レンジャーズプレスリリース2014年3月2日閲覧レンジャーズアナウンス2011マイナーリーグコーチングスタッフス MLB.com レンジャーズプレスリリース2014年3月2日閲覧レンジャーズハイアーベンギエモリーナーズファーストベースコーチキャッチングインストラクタープロモートボビー・ジョーンズツーアスト ヒッティングコーチ2ファイナランズ2014メジャーリーグコーチングスタッフ MLB.com レンジャーズプレスリリース2014年3月2日閲覧かつて中日に在籍レグンジョーンズコーチ50年の集大成はサプライズ2発スポーツ日本2016年10月8日ありがとうございます